こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日は11月の20日ですか。もう11月も終わりになってくる頃で、寒さもだいぶ寒くなってきましたので、受験生の皆さんぜひ体調管理には気をつけていただいて、最後の踏ん張りですね、ここで踏ん張れるかどうかでだいぶ結果が変わってきてしまうと思うので、ぜひ頑張っていただければなと思います。笑っても泣いてもあと数ヶ月ですので、ぜひ最後まで諦めずに頑張っていただければなと思います。で、最後まで諦めずに頑張ってねにつながるようなお話なんですけれども、コメントいただいてまして、こちらですね、質問ですということで、びっくりマークがついているのでだいぶびっくりして、質問してくれているのかなというところですけれども、大学受験を見据えて、稲学園に入学して、上位になって指定校推薦で進学するのと、越谷や、川口一律で一般受験をするのではどちらがいいでしょうか。北進ではすべて A3 でした。よろしくお願いしますというコメントをいただきました。ありがとうございます。多分受験生本人さん、中学3年生の子なのかなというところで、お読みさせていただきましたので、ご本人さん向けのお話というところで、お話しさせていただこうと思います。で、こういう書き方で、指定校推薦と一般受験という比べ方をしているので、私の想像でしかないんですけれども、きっと、私立文系で、なるべく上位の大学へということを考えているのかなという想像でお話を進めていきますので、もし国立でとか、あるいは理系でとかっていう話になると、ちょっと、ピント外れになってしまうかもしれないので、もしその時にはもうちょっと詳しくですね、どんな大学に行きたいのかとか、夢でも希望でも構いませんので、こんなこと考えてるんだというところを付け加えていただければ、もうちょっと違う話になるかもしれません。ただ今日のところは、私立文系でなるべく偏差値主義というか、ブランド主義というか、そんな話につながっていきやすいことを考えているのかなという前提でお話をしていこうと思います。で、まず大前提というか一番の前提なんですけれども、ご自分がですね、楽しく頑張れる環境というところで高校は選んでいただいた方がいいかと思います。こうは言ったものの、偏差値的にですね、こっちの方が楽しそうだからといって、偏差値をだいぶ下げてですとか、上げてっていうのは厳しいと思いますので、下げて、進学するというのはお勧めしませんけれども、今日取り上げるような感じで、ほぼ同じレベル帯で高校を選ぶということになると、これが鍵になってくるのかなという気がしています。ですので、やりたい部活があるですとか、学校の雰囲気がこっちの方が楽しそうだよねとか、そういったところを基準に選んでいただいても、さほど差し支えないのかなというところです。で、3つ挙げていただいた高校のまずレベル感的なところなんですけれども、稲学園が、偏差値59で、内申点が35ぐらいと、ネット情報では出てくるのかなというところです。で、進学先を見てみるとこんなところですね。一部切り取ってきたんですけれども、私立文系のところを切り取ってきたんですが、一番のボリューム層になっているのが東洋大学の、114人、合格者が114人、現路を合わせてですね。ですので現役で108人、ここがボリューム層になっているのかなというところになってきます。で、次、越谷高校が、ネット情報ですと偏差値62で、内申点が39ということになってきます。で、こちらが、進学実績ですけれども、3つ並んでるのが、年度ごとということになるんですかね。で、一番右がその3つの年度の合計という形になっていますので、直近が一番右から2番目ですね、この部分が直近の、結果ということになってきますけれども、同じ東洋を見ると151人ということで、やっぱりここがボリューム層だよねということになってきます。で、次が
と川口一律ですか、こちらが、偏差値的には59、内申点としては37ぐらいで、まあ、合格の可能性だいぶ大きいよねというラインになってくるかと思うんですけれども、こちらの結果が、真ん中の列ここが、令和4年度ということになっていますので、直近の結果だと思います。こちらを選んでもやっぱり東洋大の123人、こちらがボリューム層ということになってきます。ですので、まあ、どちらに進学しても、結論を言ってしまうと大差ないよねということになってきますので、一番最初にお話をした、この高校の雰囲気合ってるなとか、こういう高校で勉強したいなとか、こういう部活やりたいんだよなとか、そういうところで選んでいただいた方がよろしいかと思います。で、この方心配しているのが、川口一律で、まあ、偏差値的には59と出てきて、稲学園で59と出てきて、まあ、川口一律は倍率が高いので合格しにくいよねというところを考えると、多分ちょっと難しそうにイメージしている、稲学園よりは、川口一律の方が難しいというか合格しづらいというか、そういった形で考えているのかもしれないんですけれども、出口的なところ、高校生活3年終わって出口のところで考えてみるとそんなに変わらないよねということになってくるんじゃないのかなと思います。で、一方越谷は偏差値的には3つぐらい上ということになりますけれども、それでもそんなに変わらないよね、東洋大学がボリュームゾーンだよねというところを考えると、あまりそこは気にせずにということにつながっていくんですけれども、大差なしの意味の中身としては、稲学園でトップが取れる、まあ、十分東洋大以上の、指定高推薦が取れるほど頑張ってトップを維持し続けていられるということであるのならば、その他の2つの高校に仮に進学したとしても、まあ、トップとは言わないまでもそこそこ上位は取れているはずだよねということになって、じゃあそっちで指定校の枠を取ってもいいだろうし、一般受験に行っても構わないよねということになるかと思うので、そういった意味でも大差なしだと思います。で、越谷で、まあ、この中では、まあ、偏差値的には一番上ということになる越谷で、一般受験を目指せるということで頑張れるのならば、推薦よりも上位大学が狙えるかもしれないねということで、越谷の、実績ですけれども、東洋大学が、東洋どこ行きました、東洋ここですね、151人で、そこよりもちょっと上というところに行くと、法政の78というのが出てきますので、法政の78ぐらいを狙ってこの中で入れるように、頑張っていただければ、で、あるいは、そこよりももう少し上のレベルで、一般受験で、狙っていただいて、でそこが勝ち取れればそちらに行って、でそこが無理でも法政が取れれば、東洋に行くよりはいいよねという考え方もできるかと思います。ですので、まあ、この3つの高校どこに進んだとしても、東洋大学は死守したいラインということになってくるかと思います。一般受験をするにせよ、指定校推薦で進むにせよ、東洋大学は絶対に守りたいラインということになってくるかと思います。で、推薦で行くとしても法政には推薦で行きたいよねというレベル感だと思います。で、もし頑張って、一般受験をするんだったら、頑張って立教に合格したいのかなというところになってくるかと思います。ですので、一般受験で立教を目指して、で、まあ、立教落ちちゃったけど法政では滑り止まったよねという受験の仕方になるのか、指定校推薦で法政がしっかり取れるように、頑張っていっていただいて、で、3年間の中間テスト、期末テスト等々をしっかりこなしていくことによって、指定校でもう少し上のところが、まあ、例えば立教が取れるんだったら取れたら嬉しいよねという戦い方で3年間を過ごすのかということになってくるんだと思います。ですので、まあ、結果的には大差なしだと思っていただければよろしいんじゃないのかなと思います。で、今どここの3つの高校どれも A3 が取れている、北進テストで A3 が取れているということですので、もしさらに上のですね大学を目指したいということなのことであれば、一般受験に絞っていただいて、大学受験をですね、大学受験を一般受験するんだぞということにもう絞り込んでいただいて、で、今現在の、北進テストの結果が A1 から B2 ぐらいで返ってくる
来る高校というのを考えてみてはいかがかなと思いました。で、まあ、下から順に川口北、浦和西、それから蕨ですね。でこの辺までだともしかしたら A1 ぐらいで止まるかもしれないですし、この辺で選んでみるというのもよろしいかと思いますし、もう少しレベル的に上げて不動化だと B3 が取れるかな、 B2 になっちゃうかなというところ、あるいは越谷北が B2 で止まってくれるということであれば、まあ、越谷も考えていたということなので通う通えない問題もついてくるので、なるべく東部寄りで、中央から東部寄りで選んでみたんですけれども、もし不動化越谷に通える距離で、B2 だとちょっとおっかないのかもしれないですけれども、 B3 ぐらいで受験できるところまで頑張りきれるのであれば、そこまで頑張っておいていただいて、で、進学した高校でも、もう一頑張りしていただくことによって一般受験で、その上の先ほどお話しした立教よりも少し上の、高校が、あ、高校じゃない、大学ですね、大学が狙えるんじゃないのかなと思います。であとはご自身の性格もあるかと思いますので、そこは、お父さんお母さん、僕は私はどんな性格かなというところ、一番性格を把握しているのはお父さんお母さんだと思いますので、お話し合いしてみていただければなと思います。で、どういうことかというと、進んだ高校でなるべく上位にいて、で、楽しく過ごしたいよ、そういう方が自分は合ってるんだよということであれば、無理してですね、上位高校を狙っていくというのは、もしかしたら楽しくない高校生活につながってしまうかもしれないですし、逆に、下位で食らいついていく方が僕は頑張れるんだよねという性格であれば、ここで一踏ん張りしてもう B2 で、ヒヤヒヤしながら、受験して、なんとか合格をして、やったということで進学をしたけれども、なかなかついていくのつらいよねというカリキュラムで、ライバルたちというか同級生たちもみんなできる子ばかりという中で頑張っていって、で、自分を伸ばしていくというのも一つの考え方だと思いますので、そこをどういうふうに考えるのかというところで、最後の高校選びしていただければなと思います。で私的な結論ですけれども、まあ人間良くも悪くもですね、流されやすいものですので、種に交わればどうしても赤くなってしまいます。ですので、推薦進学者が多い高校に進んでしまって、その中で僕は私は一般受験で上位の大学を目指すんだという形で頑張るのは想像以上に辛いし難しいことだと思います。ところが逆の場合ですね、周りが一般受験で頑張っているんだ、一般受験に向かって頑張るんだと言っている中でコツコツと積み上げていって、さらっと推薦を取ってくるというのはそれほど辛いことではないかもしれないので、そこはぜひ考えていただいて、で、このご質問いただいた方が、レベル感的には上位という位置づけだったと思うんですけれども、越谷高校、予想以上に推薦で進むお子さん多い高校だと私は思っていますので、ここからさらにワンランク高校のレベルを上げておくことによって、周りの状況、同級生たちの一般受験に向かっていく意識というのはぐっと高くなるレベル感だと思いますので、ここで越谷高校あるいはその他の2つの高校ですねを選んでおくと、どうしても、指定校推薦あるいは公募推薦、等々に流れていってしまうのかな。そうするとやっぱり上位大学を狙うのは、まあ、環境的な部分、勉強ができるとかできないとかではなくて、環境的な部分で難しくなっていくのかなというところはありますので、ぜひそこはもう一度考えてみていただければなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。